さて、奈良市の東照大寺では仏教にゆかりの深い蓮の花が見ごろを迎えています。東照大寺の蓮は寺を開いた高僧鑑真とともに中国から渡ってきたと伝えられています。世界各地の40種を超える蓮が金堂前や薬草園などに合わせておよそ150鉢栽培されていて、白やピンクなどの花が色鮮やかに美しさを競っています。蓮の花は咲き始めから3日ほどで散ってしまうといい、参拝者はその儚くも美しい様を写真に収めていました。東照大寺の蓮は7月いっぱいまでが見ごろだということです。